一人でも私は生きられるけど、でも誰かとならば人生ははるかに違う。強気で強気で生きてる人ほど些細な寂しさでつまずくものよ。読んでも読んでも届かぬ恋でも虚しい恋なんてあるはずがないと言ってよ。待っても待っても戻らぬ恋でも無駄な月日なんてないと言ってよ。巡り来る季節を数えながら、巡り合う命を数えながら、恐れながら憎みながら、いつか愛を知ってゆく。泣きながら生まれる子供のように、もう一度生きるため泣いてきたのね。 Remember 生まれた時、誰でも言われたはず。耳を澄まして思い出して、最初に聞いた Welcome。 Remember 生まれたこと、 Remember 出会ったこと、 Remember 一緒に生きてたこと、そして覚えていること。振り返る暇もなく時は流れて、帰りたい場所がまた一つずつ消えてゆく。すがりたい誰かを失うたびに、誰かを守りたい私になるの。別れゆく季節を数えながら、別れゆく命を数えながら、祈りながら嘆きながら、遠に愛を知っている。忘れない言葉は誰でも一つ、たとえさよならでも愛してる意味。 Remember 生まれた時、誰でも言われたはず。耳を澄まして思い出して、最初に聞いた Welcome。 Remember けれど、もしも思い出せないなら、私いつでもあなたに言う。生まれてくれてウェルカー。リメンバー生まれたこと、リメンバー出会ったこと、リメンバー一緒に生きてたこと、そして覚えていること。はい、こんばんは。今夜はね、中島みゆきさんの誕生を歌いました。2017年ね、12月の23日土曜日、天皇さんね、天ちゃんのお誕生日ですよね。ね、の死の生存確認ね、今夜もね、いつものようさりげなく生存確認の一環として、こんな生存確認の一環として、こんな風に配信してます。はい、こんばんはね。あ、二郎さんどうもね、誕生日ってことで、今日はね、天ちゃんの誕生日ってことで誕生を歌ってみましたね。いい歌ね、この歌もね。まあどうもね、はい、こんにちはね。今日は早がやっぱね、休日出勤だったからね、早めだったよ、よかったよかった。こんにちはね、今夜はね、中島みゆきさんの誕生を歌いました。あれ、何度歌ってもうまく歌えないけどね、歌えた歌歌ってます。どうも、クロクさんどうも、ルナさんどうもね。うん。で、誕生、クリスマスだからなんもないです。なんでクリスマスなの今日、クリスマス以前に今日はさ、天ちゃんの誕生日じゃないか。大事な人の誕生日なのに関係ない、そう思わないか。クリスマス以前に今日はさ、ね、大事な人の誕生日ですよ。日本で一番大切な人の誕生日だもんね。こんにちはで、はい。いつものようさりげない。どうも、今日は、今日は中立出勤だったからね。うん。明日休みだね。
休みなんでね、まあ天気はね、夜なって言っとけんなんか、夜になったら雨マークかけどね、昼間は大丈夫じゃないので、日帰りでデイキャンプ行こうと思います。違いますよ、違いですよ。僕にとって天ちゃんが一番大事よ。ね、天ちゃんが。こんにちはね。よかったら、ルナさん。あきこちゃん来てる。あきこちゃん、どうもコメントありがとうね。今日早くてよかった。最近遅かったからよかったよかったね。さあ、よかったよかった。おまーさん、どうもね。あ、ガガンボさん、どうも。ヘイさん、どうもね。ね、今日はね、休日出勤さんで早めに来てきて。じゃあ、さて、今日も一杯行こうから。はい、今日も金酒行こうな。今夜も金酒はね、これ行くよ。ガスバーナー。ガスバーナーやろうか。今度キャンプ行くとき使うけどね。キャンプまで練習かてら。今日もガスバーナー。こんにちは。これで2000円だもんな、あれ。あ、ヤフーショッピングだとね、4000円企画するけどさ、送料込みでも3000円企画けどさ、アマゾンだと送料込みでも2000円ぐらい買えるのよね、アマゾン。なぜかアマゾンも安い、この商品。2000円だったらいいかなと思って。ね。ちゃんと、あ、なんだ、近畿さんとか使ってるさ、外のさ、3域、なんだ、あるじゃん、あれ。レギュレーターストーブとかってさ、ね、あれもか。あれは高いからね、オメーカーだけに。あれ、これ6000円ぐらいするんだね。この3、それの3分の1ね。まあ、でもそこそこ使えるから僕は満足してます。今日もこれで金崎行こうかな。そうね。いいじゃん。いい年だから。よかったじゃん。結婚して。ね。葵ちゃん、よかったよかった。ね。まず垂直。足ごとく。足はね、まず垂直に下ろします。で、下ろしたのをね、180度向き変えて、そうすると安定しますね。こうしますね。で、これで、これ結構安定ですか？これで、ね、今日もこれで神崎行こうか。はい、こんな感じで。はい。ガスは、もうだいぶ覚えたよ。水にはめてぐるっと回す。ね、じゃあ今日も扱わせて持ってくんで。こんにちは。もう徳屋行ったじゃん。もう水ずいぶんさっぱりしてる。じゃあ扱わせて持ってきます。今夜もこれ。多分超人なくなっちゃうと思うんで、暗さだけ行くよ。今日もこれで、いちごとっくりいいね。じゃあ、天下はこれね、プラスの方にずっと回して。出たね。やっぱガスだ、すごいね。はい。スムーズにしないよ。じゃあ、たぶん超大事なんや、これ。この人たち。体返し、いいね、いい感じだな。まだこっちは、坊主はしないよ。はい、音声大丈夫？大丈夫ね。やっぱすごいね、ガスはね。どうも。何、包みの上って。ありがとう。次郎さん場所にわざわざ住所言ってたのありがとうね。ありがとうね。もうね、大丈夫。ありがとう。ルナちゃん、お見せくれてありがとう。やっぱガスは早いよ。もうグツグツ言ってきた。じゃあ今日のつまみと持ってくるわ。今日のつまみ。コップ持ってくるわ。
さきちゃんからもらったこれだ。これをさつま揚げを食べようか。さつま揚げ、さつま揚げを炙って食べようと思うと、先日あきちゃんからもらったんですね。今日はこれを炙って食べようですね。油しかないのであげたいからね。もうぐずぐず言ってきたんで、ちょっと余熱にしよう。掴むのがちょっとこれでもいいし、とっても熱くなるね。やっぱりちょっとおろす、ぐずぐずいったんで、じゃあつまみの方これでつまが売ろうと。あきこちゃんがもらったやつね、もう買わない。キャンブルやんないから、キャンブル全然やんないと思う。やらない。キャンブル何本、パキンコもやんないし、何もやんないから。今日はあきこちゃん、今夜これ食べるね、さつま揚げね。さつま揚げとは数ないけどね、まあそれ、それいいと思うんだ。ね。あぐぐちもあんのかな。炒めじゃない、フライパンで炙って、今日はこのつまみにしていこうと。全部かなりいっぱいあるからさ、適当にあきこちゃんから送ってもらったさつま揚げを炙っていこうかな。このぐらいでいいや、半分でも。まあ2種類ずつにしよう。これ2種類ずつ、今日はこんだけ食べ、あとまた今度ね、うん。今日はあきこちゃんがもらったさつま揚げを食べるね。あきこちゃんね、食べちゃうから、弱火にした方がいいから。これシャンドゥで買って100円ですね。焦げちゃうから、まあ一瞬が良かったから、油しかなかったからな。油した方が良かったね。まあいいや。生姜用意しないよ。あきこちゃん、しめあきこって女の子、今いると思うんだ。今日さっきいたから、しめあきこ、僕に帽子とか送ってくれた女の子。多分高校生ぐらいの女の子がいるんだよ、可愛い子が。じゃあ、俺でさつま揚げ。よし。これでいいや、これで、まあ、いいや、これですね。今日はさつま揚げで、卵だけもう一回のけようか。弱火にして、ラーメン風の手揚げなんですかね、なんだろうね。あきこちゃん、しめあきこって ID の女の子、さっき言ったしめあきこ、そのしめあきこと、あきこちゃんが送ってくれたやつ、これね、もう一回。北海道の名産みたいよ、小林食品のこういうやつ。これの曲一部ね、さつま揚げでしょうね、さつま揚げ。これは十分だ。そう、このことか、サイバルマックス。まあ、普通のピヤングだから、そんな変わり映えしなかった。まあ、クリスマス別に何もしないよ。じゃあ、今日も扱いします。はい、乾杯。寝かまじゃないよ、僕。電話でも話したんだもん。ちゃんと女の子の声だったよ。女の子だよ、ちゃんと。あきこちゃん。寝かまじゃないよ、その気持ち。
本当の女の子だった。多分高校生ぐらいっぽかった、可愛い子だったの。はい、開きました。おしまいだ、今日はこれで。もう、いつもようか。ああ、2本目を返してる。どの辺だろうな、住所は言わないけどね、彼女はね、うん、可愛い子よ、すごい。あきこさんからあれ、帽子と一緒に送ってもらった、ちょっとやばい、焦げちゃったけど、まだ大丈夫や。さつま揚げ。どうだろう。うん。これ考えよう、これね。油、やっぱこのままフライパン食ってやっぱ焦げちゃうな。明日にようかな、これ簡単にさっと煮てね、豆腐と一緒にね。女の敵ガンジエ、なんだろう、まあいいよ。普通はそうでしょ、あれ激辛。おい、あれスーパーで特売だった、この150いくらって。スーパー赤札の特売だったからさ、通常は200円前後するよね、通常は。今日はさつま揚げ、さつま揚げと缶酒で、あと次郎さん、どうもありがとう。以前の激辛食べたかな、あれ、ペヤングあれ。あれと比べて、やっぱた辛さはそんな辛が変わんなかった、あれ。辛さの種類が違う感じだよね、あれ、以前のとはね、あれ。辛味成分が多少違う、そんな感じがした。うん、辛味の、うん。辛味の成分が違う感じがするね。別の、以前、ね、別のもんで辛くしたって感じがするね。明日はね、あれ、アウトドア、お湯を沸かして、お湯割り飲もうかなと思って、明日。これかけないで、そのまんま。こういうの食べれるよ。うん、また、まあこれ一部だから、残り、明日煮ようと思う、これ。煮よう。明日これ煮たいと思います。どうも、あきこさん、どうも、食べてるよ、さつま揚げ。ありがとうね。北海道でこれ、さつま揚げって言わないんだ、これ。ね。7種詰め合わせって書いてあるけど、別に、まあ、食べたから、まさにさつま揚げだけどさ、どこに書いてないもん、さつま揚げとはね。うん。北海道の人ってこれをさつま揚げって言わないのかね、天ぷらとか言ってるけどね。ね。まあ、さつま揚げ間違いない、さつま揚げです。うん。これをかけてもいいけど、これでも美味しいよ。うん、味覚があるよ、大丈夫だよ。うん、バカみたいによくやるじゃん。バカみたいな醤油かけたり、バカみたいなソースかけたり、バカみたいなマヨネーズかけたりっていう、そういうことじゃないの。多少はかけるけど、素材の味を楽しみながらね、かけるから僕はさ。よくいるよね。何でもソース、醤油かける人ね。僕、ああいう方、僕適度ね。適度な塩分、適度な甘みで。素材の味を楽しみながら食べてます。うん、そのままでも美味しいよ。そのままでもいい、つけてもうまいし。うん、明日これ煮てみようと思う。煮る、明日煮てみよう。
まあね、今度はさつま揚げで、簡単で。なんだろうね。なんだろう、そう、今週末はご飯炊かないとわさび丼するんだよね。どうかな、あきこさんあれストーブ使ったまだいかない、使ってないから、あれ使うといいアウトドアで。あ、北海道だ、あるじゃん。やんない僕は、競馬、ダンブルは。ダンブルやんないよ、僕は。うん。でも、以前みたいに盛り上がんなくなったんだよね、競馬もね。少子化だろう、これも、少子化。やんないな、競馬は、ほんとにやんない。もうギャンブルやんないや、僕もね。言ってたっけ？ごめんなさい、間違えてごめんなさいね。うん。ありがとうね、あきこさん。どうもね。うん。性犯罪はやんないよ。じゃあやろうか、今度ね、わさびご飯ね、今度ね。うん。やってみようかな。うん。わさび買ってこない。今日買い物しなかったな、もう。これだから俺、これアックちゃんが送ってくれたやつだからさ、何も買わなくてよかった。メガネ取ろうか。あ、こんな感じよ。メガネくん。絶対聞いてちゃう。じゃあ、最後の一杯行こうか。神奈川県。最後の一杯。今日はこれでおしまい。明日は飲むからさ。はい、乾杯。かっこいいでしょ。ちょっと、字見えないから眼鏡かけて。キャットの文字見えないんだ、眼鏡取るとな。しょうがないよね。うん。キャットの方が細かいもんね、これね。だからどうしても眼鏡ないと読めない。話には出れるけどね、あれね。キーボードの文字ぐらいは見えるからさ。でちょっと、こういったコメントが見れるのやから、メガネかけないとさ。だからメガネかけないと。今日はなんとかよかった、あきこちゃん来れて。今年最後のキャンプはまた大晦日だかな、大晦日。大晦日に奥多摩行こうかな。うん、明日は近くの火器の使える場所行って、ウッドストーブで、まあバーベキューしようかと思います。だからもう、ある程度、うん、見てないんだ、セローさんって。もう届いた時も見てた、何度も。うん、今度キャンプ、今回キャンプ行く、今度行くときそれ使う、山行くとき。どんなもんかなと思って。大行くとどうしようかな、どっか。まあ、近場の方行くと。黒目ならずいぶん前だよね。うん。あれ壊れちゃったら、まあ古いからな。
ガスやっぱいつも、ね、まあ仕事するんだ。これほとんど神崎しかやんないからね。まだ持ってるね。家じゃほんと神崎専用ガスバーナーでも持ってはないかもしれないね。まあメインはこれキャンプで使おうと思うんでね。冬キャンプはガスバーナーいいかもしれないね。ね、冬キャンプね、あれネイチャーだったらあれ多少狭いなら全室だからさ、あれだったら狭い全室でもこんぐらいのスペースがあるもんな。あるのもいいかもしれないね。そうなっちゃうね。でももっと使うのもあるよ。まあ買わない、うん、ハルミストー公園もそうと、ね、ハルミストー公園とかあの辺もそうね。ハルミストー公園もある。まあ里見公園も一番、まあ、電車一本だからな、あそこはな。あの人お坊ちゃんだからな。じゃあ今回最後さつま揚げ行こうか。あきこちゃんから送ってもらったやつさつま揚げでしょ。神崎で、あれないもん。さすが元気まるたんとはもう関係ないから。まるたんとはうん、あれいいよね、じゃあ早くね。あげないよ、マルタイも関係ないですよ。もう関係ないよ、彼女は。こんばんは。近場に行こうと思うよ。マルタンとエンは切れてますよ。もう完全に切れてるよ。もう関係ないよ。ネイチャー早くね。これキャンプ。山行くときにあれ、ビビーシェルターだっけ。ライペン払いのビビーシェルター。持ってくね、あれ山行くときはね。ビビーシェルター、どんなもんか。あれ買った決め手は2万5千円ほどだったんだけど、以前買ったモンベルのさ、ウルトラライトのこれよりドームシェルターあるんだよ。ウルトラライト自立式スウェルト、これは3万6千円だからね。これよりか1万ほど安いからさ、で、いいかな、どうか買ってみた。で、サイズもそんな変わんないから見た感じ。うん。これは自立式なんだよね。風がなければ別にドーム型だからさ、止めなくてもどう自立すんの。でも、ビビーシェルターはさ、ね、あれ、ドームじゃないからさ、引っ張って、あれ、立たせる感じだからね。でも、だからペグが打てないところだったら、ちょっと難しい。だから、シカーキャンプ場みたいなところはちょっと難しいな、あそこ。シカーキャンプ場はあれ、石だからね、あそこね。だから山は大丈夫だって、山、ペグ打ってるからね。山の点とかだったら。洋室で洋室、水洗便所です、水洗便所ね。こだわりはない、僕。電車と徒歩なんで、7秒コンパクトってことやってんの。コンパクトのやつね。電車のとこだからさ、でかいのはいいけどさ、持てないもんと。尾上さんみたいな車持ってないからさ、ね、電車のとこなんでコンパクトね。いつだか乗るの。でも1回ならいいの、あれ。ほんと1回。でもね、あれね、前にも言ったけど、あの、1000円ぐらいのあるじゃん、1000円台の安いのはね。あれ、ポールがね、ポリっぽい材、だから風が強いとね、すぐ裂けちゃうんだよね。もう4回ぐらい買ったけど、ダメね。3回目ぐらいでもポールがね、強風にやられてね、あれ、割れてね、ポールが。ポリ製だからね。
指紋が出てきちゃうんだよ。だから、ホールがダメになっちゃう。だから、4個でもうやめにした。あの時はそうだったよ。そうね、そう、石川チャンプルなんかそうかもしんないね。石川チャンプル一回行ったけどね、石川キャンプ場行くんだったら僕はね、土川荘行く。同じキャンプ場だったら。石川キャンプ場奥多摩だから、ね、奥多摩まで行くんだったら僕、鴨沢まで足伸ばして、雲取り登るよ。そんな感じがする。どうもそんな。石川キャンプ場、駅前のキャンプ場ね、あそこ。行くんだったら僕は、東武東上線の嵐山の土川荘行くな、僕は。土川荘。それでいいよ。そう、そういう機会、いろんな機会があるんです。それでもいいですよ。おかえりなさい、お母さん。今日は神だけよ。今日はね、しめあきこちゃんが帽子として送ってくれたね、このさつま揚げを食べました。まだあるね、これね。明日もこれ食べようと思います。半分ぐらい食べたのかな。だいたい半分ぐらい。明日も食べよう。本当ね、今日早かったか、早めの感動。今日これでおしまいはずか。今日もね、これで完作したよ。この2000円で外れかったこのバーナー、なかなかいいね。このバーナーで、このカセットコンロで、なかなかいい感じよ。なかなかいい。今度アウトドア使いたいね。外のパワーガスもね、今届いてんだけどね、ずっと仕事だから受け取れないんだよね。パワーガス3缶セットに買ってみた。あれヤフーのポイントがさあったからさ、高めだったから買ってみた。1個ぐらい買ってみようかなと思って。今度山行くときあれ使おうと思って。詐欺師じゃない、あの子はね、お嬢さん育ちだからね、お金使わないとダメなんだよね。今度行くよ、スーツの武器ね。セローさんってこの間会った人かな。あそこはいいよ、あれ。だって、駅から30分ぐらいで行けちゃうんだし、駅前のスーパーあるしね。そう。騙されてないよ、たまたま。彼女は裕福の嬢育ちだからさ、お金稼ぎの悪い人はダメなんだよ。ガソリンまで行かないで、なかなかね。やっとガスバーナーだもん、これ。やっとガスバーナーだから。そう、群馬県高崎市の下かな、ね。ちょうど埼玉と高崎市の間のところ。最寄り駅の新町って行くと高崎市に入るんだけどね。そこから30分ぐらい歩いたところ。玉村町ってとこですね。玉村町。どうも、キスありがとうね。朝、キカバンに行こうと思います。スノブチで。あったよ、スノブチキャンプ場。いろいろね、公園の、大きな公園の一部にそういったキャンプエリアもあるわけね、あそこは。だから隣が朝、なんか、野球場あるし、ね、ゴルフ場もあったりね。そう、玉村町ってとこの公園の公園内の、そういった施設です。高崎の隣ね。埼玉県の上、本当ね、埼玉県の上。すぐです。そうです、しがま、そう、あの時キャンプしたね、ちょうどね。
シグマ漫画だったんだ、その場所ですよ。うん、あそこはそうよ、あそこ。ね。その場所、あそこ無料なんだよ、無料。ね。あそこいいよね、無料で。玄関だからね、手晴れてればさ、起きて、晴れ、あれ、起きてる枝なんかでも、ウッドストーブで火炊く、あれ、焚き火できるしね。玄関もあそこがいいね。反応瓦とかはさ、ああいうとこはさ、巾着だって瓦だからさ、あんま木とか白いないからね。その点林間はいいよね。起きてる枝結構あるからさ、あれでちょっとしたウッドストーブ楽しめるからね。寒くないよ。反応瓦はね、瓦だからさ。焚き火やりたい場合は薪持ってくから周りの売店で買うからしないとね、ほんと石しかないから反応瓦ね、焚き火したい場合は薪を用意しないとね、調達しないと。まあでも周りで売ってっから、あの反応瓦のいいところ、周りでも結構売店があって薪売ってっからね、うん、あそこで買って。巾着でもそう、瓦だからさ、あんま木なんてあんま焚き火できるようなほど拾えねえからさ、瓦はね、瓦はどうしてもね、そうだから。銀河サイトのいうところはさ、結構小枝いっぱい起きてっからさ、ね。結構起きてっからね。それでは結構、ちっちゃな、あれ、ヘキサゴンとか、ソロストーブぐらいか、結構賄えるんだ、あれだけで、ね。明日はね、焚き火台持ってく、焚き火かな、まあ、ウッドストーブ持ってくよ。うん、あんな。と、仕事こっちだからそれは無理だ。仕事の問題もあるからさ。あとしまおうか。今日もありがとう。使いました。今日もこちらを使いました。最初巻き合ったのはさ、足を立てるときにね。これ、このまま、こんなで、このままで、このままやっちゃったのね、最初ね。この段階で立てたんですぐ。これってなったら違うんだ、これ180度回転しないとダメなわけね、こうやってね。そうすればこれね、これで下にしてね、うん、一回垂直にして戻すときもそう、そうすれば安定していいよ、これね。180してしまって、あ、もうキャンプの時これ持ってこうね。あれ、星野さんみたいにさ、川釣りの時に使うバーナーだったらさ、普通の安い1個100円ぐらいなので大丈夫なんだよね。山とか商店街になるからね、やっぱパワーガスがいいだろうな、きっと。で、パワーガス買ったから。そう。一人ぼっちの森どうせ死ぬんだからさ、変わんないよ。うん、それを気に入ったよ、これ。うん。これで、ヤフーショッピングが2000円以上するけどさ、3000、一応安いメーカーでも送料込みで3000円近いんだけどね。アマゾンだったら送料込みの2000円で買うからね、これね。うん。うん。安い1000円ぐらいあるんじゃん、あれ。800円とかじゃ。あれはさ、なんだっけ。ランプ型のよくあるかっこいいやつとか使う場合だからさ。カセットガス使う場合は、アダプター買わないといけないからね、あれはね。早いかな。あ、どうも。でも40分くらいやってるよ。あ、ありがとうね。早い？じゃあ今日は明日休みなんでもう一杯飲もうか。じゃああんこを期待してもう一杯、神崎行きます。神崎行くね。まだ終わりあるから。あんこのを期待してもう一杯飲むか。神崎。神崎行くね、もう一杯。もうこれないけど、もう一杯あるからさ。暮らすだけからだけど、もう一杯。いい？もう一杯飲む。明日休みだしね。うん、一応、正月は帰るよ。うん、ね、正月が。うん。そう。帰省等じゃないけど、京成一本だから。もうそう、京成一本だからね。帰省等でもないけどね。うん。帰りますよ。うん、じゃあ、最後にもう一杯飲もうか。明日休みだもんな。休み前はね。まだガスいっぱいあるか。じゃあ、再び。行こうか。
で、ガスつけます。で、抜けます。じゃあもう一本新しいの持ってくんね。もう一本いいかな。じゃあ明日休みだからね。暗さだけ空っぽなんで、もう、じゃあこれ、はい、2本目は、じゃあ本日開封、男たちの酒いきます。これいつもプラスワンで買ったやつ、男の店。これはいつもプラスワンショップね。あれ、大川さんわかるよね。あれ、足立区だったらさ、牧家の駅前通りにあるプラスワンショップで600円台で買ったやつ。わかるの、大川さんね、プラスワンショップね。ね、足立区だったらわかるでしょ、牧家の駅の駅前通りにある、あそこでいつも買ってるのね。で、寝袋はさ、ドン・キホーテで買ったさ、1200、300円でやつ使ってます。あれコンパクトでいいよね。じゃあ行こうか。いちごトップ。じゃあ、缶だけ返し。ここ。寒くないよ。でもいいよ、どうせいつか死ぬんだから、どうせいつか死ぬんだから、どうせいつか死ぬんだもんね、うん、いつ死んだと同じことさ。知らないか、あかん、あ、ごめんなさい。やっぱ駅前ちょっと歩かないよね。駅前から、でも5分も、もう数分歩けば分かるよ、プラスワンショップね。あの、赤札堂からあれ、隅田川の方向に歩いていけば、数分歩けば、プラスワンショップという量販店なんですよ。まあ、しょうがない。いつか死ぬんだもん。この世に生まれたらいつか死ぬんだもんね。あー、ガスが早い。まあ、さっきは、一回温めたからな。カンガの注釈って何、カンガって。なに、セローさん、カンガって。ちょっとわかんない、僕、カンガって。もう、火止めた。止めるときは、ね、見るかな、これ。これね、これを一回回るやつに回せば、ガス出なくなるからね。プラスでガスの状況です。で、ガスの、出なくすんでマイナスで一発すれば出ないから。で、火止める。火作るときはプラスに回して、これ。あ、なんかな、あ、なんかわかる。あれなんか、アルファテックさんも見せたね。アルファテックさんの動画知った。アルファテックさん。すごいな、あの人の、アルファテックさんね。あれ。焚き火がすごい人ね。うまい人、あれ。すごい、なんだっけ。ダイフ使いとかうまいよね、アルファさんね、あの人ね。あの人ね、知った。なんかのやつね。すごいコンパクトであったかそうなんだね、なんかのね、あれね。あ、そうだよね、うん。車運転、車持ってないから僕できない。うん。隅田川流れる岸辺、値段もいいよね、うん、もういいかな。じゃあ行こうか、神崎熱かん。じゃあ行くよ、今日最後の一杯行く。おー、いい感じだ。行き頃だ、ちょうどね、コップ一杯だから、ちょうど、はい、乾杯。もう一杯飲もうかな、もう一杯。もう一杯、最後の一杯。
今度の最後の一杯しようね。今度の最後の一杯。今度の最後の一杯。最後の一杯する。これが最後の一杯。本当最後の一杯。ほんまだ。また火つけようか。そう、ソーブランド好きよ。下手な女の金使うんだったらソーブランドに行った方がいいよね、うん、変な女と付き合うぐらいだったらさ、ね、変な女で、ね、木島かなえみたいなあんな女とさ金使うんだったらソーブランド、僕はそう思うよ、うん、木島かなえみたいなあんな女で金使うぐらいだったらさソーブランド行った方がいいよね、うん、そう思わない？両神さんも行くよ、今度。両神さん。行く。両神さんまだ行くよ、あれ。京滝小屋で一泊テント張って。うん。両神さん行くよ。早い。すぐ吹っ飛ぶ。まあ、熱燗だからさ、ね。このちっちゃい、これはね、このちっちゃいクッカーで、ほんと、半分以下、半分ぐらいでもか、かれ、トップ切れとしたらいい感じだからさ、そんな水の量も少ないからさ、今日早いから今日は。だって散々飲んでもまだこれから11だもんね。今日早いからね。早い時やっぱね多いよね。寝起きはしないようにしようね、うん、いい感じだね。でももう早いもんだな、考えたらね、あっという間、うん、来年あるかな。来年はね、あれ換気がしないようにね。平成は終わるのは再来年だからね、うん、来年が平成最後だからね、うん、やっぱアウトドアは たまんない。大変だもんね。楽しいじゃん、外で煮炊きするのって。まあ、はたから見たらまずそうかもしんないけどさ。うん。僕は好きだからやるよ。うん。うん。銭湯じゃないよ、お風呂だよ。お風呂って言っても、うちはさ、まあ安いアパートってことあって、うちのお風呂はね、あ、まあトイレとは一緒ではないけどさ、あれ。沸かせないんだ、あれ。お湯を溜める式だからさ、湯船には入んないよ。ね、一人なんでね。ね、湯船は入んない。シャワーでやってます。うち沸かせないお風呂だからさ、うん、で冷めたらもうどうせ抜かなきゃいけねえからさ、うちはそうよ、うん、お風呂あるけど沸かせないお風呂なんで、お湯をためる方式のお風呂だからさ、シャワーでいつもね洗ってます、うん、だからシャワーいつもね、うん、まあ安い部屋だからね、しょうがないね、それはね。でまだトイレと一緒で、よくさトイレと一緒でさ、あれカーテンで仕切られてるなんじゃ、あれ距離がいいかなと思ってる。あるよね、安い部屋だとさ、風呂場がと便座つい人のね、ね、あれ距離がいいかなと思って、別に分かれてる分ね、あれ距離がいいって思うね。あれなんだっけ、水しぶき用結構丈夫そうなビニールっぽいカーテンで分かれる感じのやつね、あれ距離がいいかなと。おまんちゃん大好きよ。銭湯もある、結構あるね、銭湯ね。でも、もうだいぶ暇だったけどさ、遅い時が0時も歩きちゃうからな。そうすると入れないからね、家にシャワーでもあるといいよね。うん。
教えず、今配信見てれば行くと、うん。おまんちゃん。よく言うね、山ガールとは言わない僕だから。山まんちゃんっていうか僕、山まんちゃんって。ユーカリオカの、あれ、業者みたいなやつ。山に登るおまんこちゃんで、山まんちゃんって呼んでる僕は。よく世間じゃ山ガールって呼ぶけどさ、僕はそんな呼び方しない。山に登るおまんこちゃんだから、山まんちゃんって呼んでるよ、僕は。世間ではさ、山に登る女の子や山ガールって言ってるけど、僕はそんな呼び方しない。山に登るおまんこちゃんだから、山まんちゃんって呼んでます。山まんちゃん。でもいいよね、うん。山まんね、あれ、ユーカリが丘を開発しているデベロッパーだけどね、山まんはね。そうね。そう、夢なの。現実にないからね、夢なんだ。夢のまま。もうまた。変な女性に金使うんだったらさ、ソープロード行った方がほんといいよ、あれ。キジマいいんじゃん、あんな女。あんな女が金使って挙句の果てに殺されるぐらいだったらさ、ソープロード使った方がいいよ。ね。そう、あの時君はそう思ったね。変な女に金使うんだったらさ、ね。普通にさ、池袋とかの、ソープランドに行った方がいいよね。絶対そうだよ。かわいそうに殺された人ね、あの人にね、桐山さんに殺されたの。でもあの人も悪いよね、ほんとね。うん。貢ぐ方も悪い。うん。かわいいね。まあ、どんな病気でもいつか死ぬんだからさ、ええぞ、覚悟の上でしょ。さあ、20代の女性に梅毒増えてるっていうのがあったね、ヤフートピックでね。20代の女性に梅毒が増えてるっていうのがあったね。やっぱり。結構昔はあったみたいよね、あれ。時代小説が読んでると結構梅毒ってあったみたいよ、昔はね。そうだよね、ほんとね。だからそりゃそうだ、あんなもんね。いつ死んでもいいけどさ、ね、だから、いつ死んでもいいからさ、殺されたらそういうことじゃ。殺されなくてもいつか死ぬんだからね、そういう意味よ。ね、殺されなくいつか死ぬんだ、殺されることもないよ。殺されなくたっていつか死ぬんだから、殺される必要もないわけ。でも、可愛い子いいよ、可愛い子。いいよ、可愛い子が。可愛い女の子の手でさ。ね、いいよね。それだけで十分よ。女の子、ソープランドの可愛いんだから、ほんと。こんな僕でもさ、行けばさ、ね、ちゃんとしてくれるんだよ。まあ、お客さんだからだろうけどさ。それでも嬉しいもんだよ。それでも嬉しいもんだよ。それでも嬉しいもんだよ、ほんと。まあ別に長生きしようが何歳でも僕、もう45まで生きてくれたんだ、なんやかんや言って。高校生ぐらいの時なんか僕は、考えられなかったもんな、あの頃は、ほんと。今はそう思えば、今ね。キャバクラはキリがないやんなの、中途半端すぎる。ね。だから普通に半額行けばさ、ソープランドなんだもん。ね。付き合ったことないから、僕付き合ったことね。そうよ。
どうも。じゃあ最後の一杯いこうか、最後の一杯。最後の一杯いくよ。ケチじゃないです、僕は。ケチば、身の丈に合った生活してるだけ、身の稼ぎが悪いだけの話。そう、女性、ソープランドの女性も付き合いといえば女性との付き合い。どうも。でも一回、新聞配達議題に行ったことあるもんね、僕ちゃん、そう、本当に。ちょうど新聞配達って知るま暇だからさ、知るぐらいね。2時する、2時になるとあれ、入館準備だからさ、その前で、ね、知るぐらいが2時前の間に、行ったことあります。ソープの時ね、あれ以来行ってないけどさ。そうなんだ。客観的には独自なんだろうな。だってテレビないから、テレビもない、ゲームもないからね。あるのはラジオしかないからね。じゃあさて、最後の一杯。本家燗酒で、最後の一杯。はい、乾杯。YouTube、それはネットの一部だからね。そう、自転車乗ってやったら自転車乗って、僕、池袋周辺で担当、池袋周辺。池袋のあの周りね。ね。ちょうどあの辺どこ、まあ、わかるよね。あれ、あの辺で、ね、池袋、本当駅の周りも担当。あと、南池の、西の公園、南池の公園の周りぐらいがだった。当たり前じゃ、買い物した後は大体レシートで見る。あ、こういう値段、それは基本じゃない。僕はそうよ、習慣だよ、あれ。買い物した後レシートで、そうだね、これで使ったんだって。これ基本じゃん、僕。どんな買い物もそうだよ、僕。どこでも。値段確認するよ、僕は。そう、あの辺も通ったね。通るよ。あの辺もね。僕は都会、そうだね。都会がいいね、僕。都会で生まれ育ってんでね。長官の時はさ、池袋あんじゃん、あれ。ちょうどあれ。服部甲信の横丁の路地のあたり、知ってる？駅前の。服部甲信の横丁入ったあの辺って、長官の時って、あれ、飲食店ゴミ捨てたんだよね。それをさ、カラスとか野良猫がたかってんだよね。あれちょっと怖いんだよね、あれ、長官の時、あの辺通る時。うわぁ、カラスがいっぱいいるからさ、猫とか。あれちょっと怖いな、あの時ね。長官。まあ、夕刊はさ、普通に繁華街だからいいんだけどね。長官の時はさ、すごいから、カラスとか、猫、野良猫がさ、飲食店が出たゴミとか漁ってんのがね。あれ、ほんと怖い。まあ、来れば逃げるけどね。でも怖いね。人間が来ると逃げるけどさ。怖い、ほんと。大量のカラスとか、あれ、飲食店のゴミの周りにたかってっからさ。うわぁ、怖い。ドサーッとしてね。いっぱいいるから、ほんと。ね、カラスとかがすごいよ、ほんと、あれ。ちょうどあれね、駅前のさ、ね、あそこ。あの分のちょうど担当エリアだったからな。攻撃してこないけどさ、人が来るとさ、逃げるでしょ？逃げると物音もすごい。結構数のカラスがね、ゴミにたかってっからさ、もうパッと見10匹、10羽以上いると思うよ。あれがさ、人間来るとさ、一瞬逃げてくるから、ダサダサって。その音でも怖いよ、あれ。
すごい音すっからあれ、カラスが一斉に飛び立つとね。そうよ。そう、人間が行き場だ、人間が来るとこう逃げるんだけどね、逃げるときのと飛んでくときの音が驚くよ、ほんと。すごいあれ。あれ、星野さんと、星野源さんもね、あの人は僕よりずっと前だから学生時代、新聞小学生で新聞配達してたって言って、星野さんと結構合うの、あれ。いつの動画で星野さんもそう、ね、最近言ってるよね。星野さんはさ、新聞小学生だったからね。星野さんは、ね、読売新聞ね、読売新聞、動画で言ってたけどさ、僕はね、日経新聞でした。ロギだからね。あそこね、宮田とか、宮田とか家具とか、あの裏手ね。宮田とか、宮田家具とかあるよね、あの辺、あの裏手のあたりね。おまたはほんと何人もいない、僕。二人ぐらいしかいないよ、二人。二回がソープランないから。二 回しかないから。あそこのさ、あれ、池袋の、大江戸の蓮向かいの、角で二回しかないもん。二回しかないです。それじゃ、こうするよ、だって。あんな可愛くからさ、贈り物があるんじゃん。こうしちゃうのはしょうがないよ。あっかちゃん、ほんと若い、あれ、喋った感じ、まだ。二十歳そこそこだと思うよ、見た、こういうの感じ、若いよ。でも、高校生かな、でも、わかんない、年齢はないからね。でも、間違いないよ、しみあきこちゃんは女の子だからね。よくさ、ネカマとか書いているけど、ネカマじゃないからね、しみあきこちゃんはね。ちゃんとした女の子だよ、あの子はね。巻きがだって、電話で何度か話してるからね。巻きがないよ、あの子、女の子です。あ、じゃあ、兄ちゃんね、しみやきこさんね。この子、ほんと女の子だからね。ネカマじゃないからね。すごい可愛いんだ、声がね。あの声だけでさ、こすれるよね。じゃあ、これでおしまいね。清水さんも地元で仕事があるからしょうがないよね。もう社会人だもんね。そう簡単に言えないよね。清水さん。多分ね、近場の公園だと思う。近場の公園。交通費のこともあるしね。一番交通費ネック。あそこの公園だったらね、まあ、交通費もまあ1000円以内で収まるな、あそこならね。まあ仕事から帰宅次第ね。今日はさ、休日出勤だったら早かったから、この時間でもうさ、もう1時間ぐらいやってますね。遅い時はさ、もうね、あきこちゃんとか来れないからね。今日早かったからね。いつも言って仕事から帰宅次第です。どうかな。晴海ふ頭かもしんないね。晴海ふ頭か。ハルミフト、意外といいハルミフトね。ハルミフト行くときはな、東京駅かブラブラ歩きながら行く、僕は。あ、でも歩いたってもう2時間かかんないからね。東京駅とか有楽町のあの駅前から歩いてもね、2時間もかかんないから。2時間あれば余裕で歩けるよ、ハルミフトまで。まあ歩いたことあるってわかるよね。2時間あれば余裕で行
けますよ。まあ、歩かないけど、普通ね。町田公園はないよ、それ。ないよ、町田公園は。どこ行く？町田じゃないって。多少電車乗る。どうも。はじめまして。ノロさん、どうも。もう終わるけど、じゃあ今日はこの辺で。マックス講師。この間なんだっけ、乗ったんだっけね、マックスのあれ。この間あれ。淀川の時ね、ちょうど買ってね、練乳買って。あれ、やっぱ、加藤練乳ってほんとマックス講師だよね、やっぱ。マックス更新、ね、マックス、うん、あらきあの辺の公園はカキ使わないから、カキの使える公園ね、うん、では今日はこの辺で終わります。おやすみなさいね。今来たと録画の方で YouTube ライブはさ、終わり次第さ、随時さ、この YouTube 上で見れっからさ。今日はこの辺で終わるね。おやすみなさい。終わります。ありがとうね。おやすみなさい。また、明日はね、滋賀でデイキャンプで行ったんで、おやすみ。はい、YouTube ライブ終わりました。じゃあ、スティッカーも終わんね。おやすみなさい、スティッカーも。またね。はい、終わりました。じゃあ、最後の一曲歌って、今日はね、天皇誕生日なんでね、誕生の歌やりたいと思います。今日は中島みゆきさんの誕生終わって、最後終わろうかな。一人でも私は生きられるけど、でも誰かとならば人生ははるかに違う。強気で強気で生きてる人ほど、些細な寂しさでつまずくものよ。読んでも読んでも届かぬ恋でも、届かぬ恋でも虚しい恋なんてあるはずがないと言ってよ。待っても待っても戻らぬ恋でも、無駄な尽きしなんてないと言ってよ。巡り来る季節を数えながら、巡り合う命を数えながら、恐れながら憎みながら、いつか愛を知ってゆく。泣きながら生まれる子供のように、もう一度生きるため泣いてきたのね。 Remember 生まれた時、誰でも言われたはず。耳を澄まして思い出して、最初に聞いた Welcome Remember 生まれたこと、 Remember 出会ったこと、 Remember 一緒に生きてたこと、そして覚えていること。じゃあこの辺で、今夜はこの辺でおやすみなさい。今夜はね、中島みゆきさんの誕生を歌いました。ではまた。